狼罠の概念図仮説ではない高級的な狼罠の例。サンジョアンバーティスタ要塞の空堀に設置されたもの、ローマ時代の例。スコットランドのフォルカーク近郊狼罠は、中世の城塞で用いられた一種のブービートラップ、あるいは人知防御用の障害物。一種の落とし穴で、深さ約2メートル、上部の穴径が幅1.2から2メートルの円錐型で、底部には、 パンジスティックのような先の尖った木の棒が打ち込まれていた。穴は剥き出しな場合もあったし、あるいは簡単に踏み抜ける薄い木材などで作られたカバーの上に複土して隠蔽されることもあった。落とし穴を掘りの外側の前に並び続くようにしたもので、それぞれの落とし穴は頭部を切り落とした円錐を逆さにしたような形状である。通常はその上部の中継は2メートル。 下部の中継は0.7メートル、深さは1.3メートルで、底面には小食いを3本、植立する。その排泄には十分な訓練と時間が必要であると、された。攻撃兵はここに潜入し、三平号のような弊害があるから、鉄条網、六彩のような副防御を排泄することができない場合に使用される。日露戦争で、旅順要塞の老コビ方面に、数列、 構築されていた。文献上では、ガリア戦記の第七巻第七十三節で、カイサルがアレシアの戦いで、高位人地の補強のために設置を命じた障害物の一つとして、ユリの名で紹介されている。ローマ時代の不説例は、スコットランドのアントニーノスの頂上周辺などで見られる。ありがとうございます。